いやー、家でゴロゴロしてたら急に電話がかかってきて、杉さんから。で、成田にいきなり行って、で、次の朝も出発だったんで、まあ今次の日にもうタジキスタンにいたんで、なかなか面白い人生だなと思いながら過ごしてます。まあ竜戦もずっと戦ってるし、練習もしっかりチームでやってきてたんで、コンディションは全然バッチリです。まあやっぱいつもとは違うんで、短い日程ですけど慣れなきゃいけないんで、まあこの3日間でしっかり足鳴らして試合に向けて準備したいなと思います。まあチームが勝つために自分ができることをしっかりやりたいと思います。